この方は、アイプチを5年ぐらいしてるんですけれども、二重のラインがつかなくて、今回5年にされました。もともと狭い二重のラインがありますが、上から皮がかぶっている状態ですね。で、二重にすることで、竹野内豊さんみたいな、かっこいいイケメンになりたいということで、今回で二重をしていきます。目を閉じてください。元の幅よりも、もう少し幅を取ってあげて、目を開けてください。こうすると、目頭側から幅のある綺麗な二重になると思います。今回はこの形でやっていきますね。では術直後です。目頭側から目尻側まで綺麗に幅のあるかっこいい二重に仕上がりました。目を閉じてください。術直後ですが、まぶたに傷跡、内出血、全くないですね。目を開けてください。とってもかっこいいですね。よく頑張りましたね。お疲れ様でした。